はい、おはようございます。釣り子 TV です。デプスの巨大スプーンのグルカナイフ、それのでっかい方、これをですね一つ仕入れてきていました。先発してこのちっちゃいサイズは買って針もつけてですね、たまに投げたりしてみてるんですけども、まあなかなか釣れない。ですが、まあね、これ大きいサイズ、秋のですね大きなシーバスとか狙えるこのタイミングでちょっと一袋手に入れてですね使ってみようかなっていうことで、価格がですね1個3600円でセクシーシャット、あとは重さが 4.7 オンスっていうことですね。 4.7 オンスって何グラムぐらいですか、ちょっと当て測ってみたいと思いますが、早速ですね、まあ説明書きとかも特にないので開けていきたいと思います。でこれ最初針はついてないのでちょっと針も合わせて買ってきてみたんですけども、まあ、こんな感じの丈夫厚手なこんな袋に入ってますね。でまあ琵琶湖とかで使うのを想定していて、あの世界記録タイホルダーの栗田さんが自分で使うためにハンドメイドして使っていた、自分で作って買っていたやつをデプスで量産しないかということでできたっていうことで、出てこないです。もうこの こんな感じのこれを自分で作って投げていたっていうのがすごいですね。ちょっと関東とかだとなかなか出しどころがイメージできないですけどね、大型のハスとかそういったのがベイトフィッシュでいるところとかだとがぜん効いてくるんじゃないかっていう感じですけども、なかなか亀山ダムとかね、そういうところでこんな大型のベイトを、捕食しているっていうのはあんまりないんで、でも最近解放されてきてる、どうですかね、トズラッパラダムとか今後解放されるであろうっていう関東の、フレッシュな、ダム湖なんかでもしかしたらファーストインパクトで、連れてくれるかもしれないですけどね。まあまあこっちの先発の同じ色で買ってきたんですけどね、ちっちゃいサイズと比べてもその大きさたるやものすごいですね。このうわーってギラギラしますね。こんな感じのやつで、で針どうしようかなって迷ったんですけども、こっちはですねちょっと大きめのトリプルフックで合わせてみたんですけども、これ、メロン屋工房さんの70番のジガーライトホールド仕様の、なんていうんですかね、アシストフックフィネスって書いてありますね。どこもフィネスには見えないんですけど、海釣りでしたらフィネスっていうことなんですかね。まあでもちょっとこの手の大きさにしては細軸なんじゃないかなっていう感じですね。海のマグロとかでっかいヒラマサとか狙うにあたってはもっとぶっとい丈夫な針使いそうなところを、ちょっとこれ細軸だったので、で70番で懐も非常に広かったんで、こう大きなやつと合わせてもちょうどいいサイズなんじゃないかなと思って、これを一袋買ってきてみました。それとスプリットリングもですね、強力そうなこんな感じのマックスパワーって書いてありますね。マックスパワーリングの6番、ちょっとこれも海っぽい感じですけどね。まあまあこの手の丈夫なスプリットリングあると、いろいろ便利なんで一袋これ買ってきてました。だからこのマックスパワーリングをここにつけて、でこんな感じのチラ縛りをつけてやってみようかなということで、この手のリングをつけるときに便利なのがこれ、こんな感じのスプリットリングプライヤーがあると非常にこういうフットバンクのスプリットリングもクリクリっとすぐつけられるよっていうことで、これ多分ちょっといくらか忘れたんですけどね、まあ2、3000円ぐらいで買えると思うんですけど、
それでこんな感じでピッこう開くことによってこういうごっついスプリットリングもですね快適につけられるよっていうことで、こんなのが1個あると便利ですね。こういうのがあると、あの通常のプライヤーの先端についてるちっちゃなスプリットリングプライヤーより、まあこういう太番手でこっついのも、結構スムーズにつけれるよっていうので覚えておいてください。で、針ですね。これが感じの骨張りですけどね、ちょっとこれをつけてみたいなということで、またまたこのスプリットリングプライヤー軽く開いて、でクリクリと持ってくと、はい、なんかバランス良さげじゃないですか。でもつけてみると70番でも、若干ちっちゃく感じるって、そんぐらい、でっかいボディですか。後ろこうデプスって書いてありますね。で、まあどうでしょう、中層で誘うってことで、せっかく2個あるんで、これね、これ前つけときますかね。何かいいことがあるかもしれないので、このもう一個ね、あるやつはちょっと今回前につけておこうと思います。ちょっと待ってくださいね。地獄仕様できましたね。これでまあちょっと、邪魔だったら前の方を外したり、まあでも結構これ違うビッグスプーンですね、食いついてくる姿見たんですけど、こうじゃれついてきてるんですけど、何しろボディが多くて針がここら辺にしかないんで、ハムハム食うんですけど、かかんないんですよね。だからまあこんな感じで前の方にもチラチラと針があれば、ミスバイトも減るんじゃないかな。で、こんな感じで、まあ、針をつけた状態で、重さの方も測っていきたいと思います。スプリットリングも追加してますんでね、こちらですね、グルカナイフの大きい方のサイズですね。これは何グラムでしょうか。上に139.7g、 およそ 140g ですね。こっちのちっちゃい方は確か 60g 前後だったと思うんですけども、まあ針つけて 65g で、こっちの、そっか、でっかい方やっぱりだいぶ重くなりますね。こういう感じで、まあ乗せ方によって若干ブレましたね。 140g ですね。この前買ったビッグベイト用の竿っていうのが 150g まで背負えるよっていうことなのと、まああとはこの手のやつ、そんなに大円筒で使うっていうより、自分の使うエリアでまあちょい投げで比較的真下をバーチカルに探るっていう使い方をしていくと思うんで、まあギリギリ投げれるんじゃないかななんていうふうに思いますけどね。まあちょっと秋のですね、この一時ですね、この手のルアーが非常に効くシーズンっていうことで、この前も今勝のビッグベラーで何回かバイターって1匹かけたんですけどね、それは船べりでバレちゃったんですけども、あんな感じでこういった大型の餌を変色している時に、ちょっとグルカナイフでっかい方確か売ってたよなと試してみたいなということで今回買ってきてみました。というわけでですね、なんとか、あんな靴べらみたいなでっかいやつでも魚狙えるんだぜ、ね、
っていうところをですね、ぜひ動画に収められればと思うんですけどね。というわけでこんな感じで大と小、揃い踏みになったので、ボックスに忍ばしてですね、チャンスで狙っていきたいと思います。はい、釣り子 TV でした。